はい、こんにちは、ライムです。極フェス2018第1弾開幕。はい、ということで早速ね、楽しんでいこうかなと思います。で、歳末の40連装備召喚も来てるんですけど、これ別動画で撮ります。とりあえず今回は第1弾のね、極フェス行きます。で、こちらなんですけども、解説動画でも喋った通りなので、はい、解説等はしませんけど、まあ僕が個人的にやっぱり一番欲しいと思ってるのは、まあリディアの覚醒かな。リディアとまあアルフィの覚醒です。で、雷魔法のシャントットのね、覚醒についてはもうオーディンを、雷パーでクリアしているので、まあ、そんなにかなって感じですかね。はい、なので狙ってるのはアルフィノとリディアって感じなのでいきます。最低限どっちか出てくれればいいかなというところですね。いきます。ミスリルから。とりあえずね、考えているのは、まあ、最低どちらか出ればいいんだけど、まあ、44連ぐらいで終わろうかなとは思ってますね。うーわまあ虹1個じゃないだけマシかな。ああ両方かぶりですね、これ。両方かぶり。両方かぶりだ。これが多分両方開幕マットイだよね。そうだよね。アルティミシアも入ってんだ。そう。アルティミシアと、そうなんだよね。両方持ってるんだよな。で、属性強化も特についてないんだよね、これ。はい。即七色の結晶行きですね。これは。はい。ということで、20連目いきます。22連目。いやー、ミラボ頼むわ。 8% なんですよね、今回ミラーボール率が。おしよしよしおしよしよしおしよし、いくぜ。うん、あ、これ新しいね。これ見たことない。さあ、どうだ。あー、風神チェインね。アルフィノの覚醒出たら嬉しいんだけど、これなんだ。新しいガチャマテかな。リリアの無知を装備していた召喚魔法のダメージアップ中、 1.3 倍ですかね。はい、風神チェーンはまあね、アルフィノの覚醒出た時に使えるかなって気がするので、まあ、これはこれで全然ありかな。あ、33連目だね。あー、覚醒欲しい。アルフィノがリリア欲しい。アルフィノがリリア欲しい。ミラボ来て、ミラボリディア来い。あー、来たよっしゃ、草来い。さあ、どうだ。おし、アルフィノだ、これ。アルフィノチェインだ。あ、チェインじゃない。アルフィノチェインじゃない。興奮してる。来た。よっしゃ、アルフィノの覚醒来た。オッケー。これ結構綺麗だね。風神でチェインしてアルフィノで、まあ、覚醒ができるようになったと。風魔法パーがめちゃめちゃ強くなったね、これで。よっしゃ。オッケー。最低限は達成したわ。あとこれで最後でリディアが来てくれたらもう言うことないね。最高です。最高のスタートが切れる。さあ行くぜ。さあ来い、頼む。ミラボ来い。ミラボリディア。そう、ミラボリディア、さあ来い。おし。あ、これやばいかもしれない。これ結構来てる。さあ、どうかな。あー、3つ目。まさかの金ピカだよ、もう。あー、シャントットの方か。シャントットか。そっちか。でも今回すごいな。これめちゃめちゃ引きいい方だよね。これ間違いなく引きはいいんだけど、まあ一番欲しかったリディアが出なかったのが心残りだけど、まあこれはもう満足ですね。これはもう、さすがにこっからは被り多すぎて引けないんじゃないかな。はい。もう、あと残すのがリディアの覚醒と、まあ、ガーネットの超絶はいらなくて、まあ、リディアの奥義を持ってないんですけど、ですかね。なので、欲しいのがあと2つしかないので、ちょっとここはもうガチャ引けないかな。撤退ですかね。他全部持ってるな。はい。リディアは引けなかったけど、リディアのね、覚醒がほんとね、魔力バフ付きなので、まあ、かなり使い勝手も良さそうだったんで欲しかったんですけど、はい。で、属性強化の無知だしね、まあしょうがない。次の機会ですね、リディアは行きたいと思います。はい。あ、初回行こうか。初回97ジェムで出る可能性あるのか。これでワンチャンこれであるか。
どうだろう、45連目どうだろうね。これ出たら、あーダメかさすがにダメか、さすがに揺れなかったね。なんかでもミラボイツがめちゃめちゃ良かったわ。風神チェーンがまさか3つ被るとは思わなかったけど、ちょっと出たやつ見てみましょうか。最後に風神チェーン、しかもこれ属性強化ついてないんだよね。ついてないからこれは七色の結晶行きですね。はい、といったような引きになってます。まあ覚醒2つ、44連で覚醒2つ引けてチェーンもね出て、もうミラボ率めちゃめちゃ高かったんで、まあ大成功でしたね。爆死にはならなくて本当に良かったです、最初から。といったところで、はい、次は40連ガチャの動画になると思いますけど、まあこれからねフェス僕全部回すつもりで一応いるので、はい、ぜひこれからのねガチャ動画、それからあとフェスの解説動画も出しているので、そちらもご興味がある方いたらぜひよろしくお願いします。といったところで今回の動画ここまでで終わりたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。